スタジオシュワリ、はい、一級建築士事務所代表のシュワリさんにお時間いただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。高校までは富山にいたんですよね。高校までは富山で、愛知の方にずっと出て行ってて、6年前に戻ってきたっていう感じです。僕、こう路面電車が走っている街とかがすごく好きで、まあ、富山もこう路面電車が走っててすごくいい街だなと思ってて、いつか絶対あの富山に戻ってきて、あのなんかやりたいなと思ってたんですね。しおりさんって大学に出てた時に建築士を目指して富山から出て行かれたんですか？インテリアのデザインの仕事がしたくて、中央通りに昔レッド&ブルーっていうおしゃれな雑貨屋さんがあったの知らないですよね？全然知らないです。水の教会っていう安藤忠雄さんが設計した建築なんですけど、なんかそれを見た時にすごく感動してやってみたいなって思ったのが、多分インテリアから建築にこう変わるきっかけだったかなと思います。しおりさんを動かす支えている言葉、パワーフレーズみたいなのがあれば教えていただきたいんですけど。僕は想像力っていう言葉がすごく好きで、よくこう自分の中でつぶやいてるんですけど、僕の仕事ってこう何にもないところに建物を作ったりとか、ボロボロのビルを濃い空間に変えたりとかする仕事なので、想像力に精度が必要